皆さん、こんにちは。トキオネです。今週もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、このチャンネルではですね、名物というか、毎年恒例になりつつある、XG の音楽分析、XG の楽曲解説に迫ろうと思っております。先日ですね、夏の新しい、Something Ain't Right が発売されまして、順調にチャートを駆け上がっている XG なんですけれども、以前僕のチャンネルで解説した R&B 文脈から見る XG の音楽解説動画ではですね、意外にもかつての洋楽キッズだったタワレコに通っていたおじさま方、もしくは HMV でレコードなどを買い漁っていた音楽マニアの方がですね、たくさんコメントを寄せてくださいました。なので意外に今の XG のファンダムさん以外の広い方々にも届くというねことが分かりましたので、 XG さんの今後の活躍のためにもですね、自分が発信していくことで何かしらお役に立てるのではないかなと思っています。今回のこの Something Ain't Right はですね、日本の音楽メディアや音楽ニュースなどでどういうふうに伝えられてるかっていうのをちょっとまずね見てほしいんですけれども、一緒に読んでいきましょうかね。この記事なんかを読みますとですね、この楽曲の説明のところに書いてあるのは、ガレージリズムをベースにしたレトロなムードの曲、 XG メンバー7人各自の個性を生かした中毒的なリフレイン、そしてミニマルさの中に隠された多彩なサウンドを感じることができる楽曲だと書いてあるんですけれども、もう全然わかりませんよね。なんていうか、XG の X ポップの解説ふわっとしすぎ問題みたいなところはですね、もうずっと続いていまして、そもそもガレージリズムをベースにしたレトロなムードの曲って何なんでしょうか。特にその後のですね、そのミニマルさの中に隠された多彩なサウンドとか、ちょっと全く矛盾しちゃっていまして、そのミニマルっていうのはシンプルであったり、その少ない音色がね少ないといった意味を込めてミニマルなんですけれども、この一節でもちょっと矛盾が生じちゃってたりとかして、おそらく、音楽批評メディアの方々も、その X-POP を、今回の楽曲も含めて、X-POP を、その音楽文脈的にどう表現していいのかは、あんまりわかんないところがあって、どっかから流れてきたこの、解説文章ですね、結構コピペで、とりあえず使っちゃってるみたいな。どこの音楽メディアを見ても、なんか同じような、そのガレージリズムをベースにしたレトロで、しかもミニマルで、そして多彩なサウンドみたいな、何言ってるかよくわかんない解説がですね、結構散見されましたので、ちょっと今日の解説は、まず、この、文章の、言ってる内容がね、本当にどういうことなのか、そもそも合ってるのかっていうことと、それがどういう意味を成しているのかっていうことを、皆さんと実際の、その DTM の音楽を聞きながら、耳と体で、理解していただこうというふうに思っております。今回の音楽解説は、4節に分かれて解説していこうと思いますが、まず第1点目、一番重要かなと思ったのが、この、先ほどの文章の中にも出てきた、ガレージリズムをベースにしたっていうところですね。SNS の反応や感想、リアクションなんかを見ますと、UK 2ステップガラージの楽曲だっていうふうに書かれていたり、言われていることがあるみたいなんですけれども、それはちょっと違いまして、これはね、UK 2ステップガラージではなくて、UK ガラージ、2ステップを除いた UK ガラージのサウンドというのが、正しいところだと思います。実際に DTM トラックを用意しましたんで、聞いていただきたいんですけれども、自分の前々回の動画で解説しました、HYBE の、ジョングクさんとか、ニュージーンズ、もしくはルセラフィムも取り入れていた、UK 2ステップガラージのそもそものリズムというのは、こういう感じなんですよね。なぜ2っていうのかっていうところで注目していただければと思うんですけれども、一つの小節の中に、ドン、チャン、ズンチャってちょっと速くなった、リズムが入っていて、一つの小節の中に二つ、のリズム体が混ざっているように体感できるので、2ステップというふうに呼ばれているんですよね。
なので、まあ、今回あの、XG の今回の Something 8 Right の楽曲はですね、まあ、このように、ドゥンチャン、ズチャみたいなこの2ステップリズムではなくて、ドゥン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 、この四つ打ちのいわゆるハウスであったりテクノであったり、まあ、EDM もそうですけれども、まあ、いわゆる四つ打ちのリズムって感じですね。なので、そういう場合は、2ステップガラージとは呼ばないんですよ。で、なんですけれども、まあ、一応このガラージ系というね、サウンドの中に、まあ、なぜ入るのかと言いますと、ガラージ系の特徴として、もともとハウスやテクノをかけていた DJ が、その曲のテンポを早めることで、楽曲をね、速いビートにして、皆さんで楽しむっていうところがガラージサウンドの、まあ、起源とされていまして、ドラムの音色、キックのドラム、もしくはスネアのドラムがですね、あの高くなっていくんですよね。テンポを早めるんで、音色が高く、そして硬く変わっていって、その音色がむしろガラージサウンドとしてその後根付いていくっていう歴史がありまして。なので、いわゆるその EDM などで使われるボンボンボンみたいな、その重く跳ねるようなドラムのリズムではなくて、ポッ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 みたいな、ちょっと無機質で機械の音みたいなマットなキックドラムが入っていること、まあこれが結構ガラージサウンドの、まあ、特徴になると思うんですよね。で、それを分かっていると、今回の XG のドラムを聞いた時に、あ、確かに R&B そのものっていうよりはガラージ系のキックドラムなんだなっていう風に、まあ、あの耳でね体感できると思うんですよね。それと UK ガラージの特徴としてですね、キックドラムではなくてカチッっていうね、その上のあのスネアドラムの方のリズムが少しあのずれるのが、まあ、特徴なんですよね。ドンチャン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 って今聞いていただけるとわかると思うんですけど、普通そのハウスとか、まあ、テクノですと、普通の基礎的なハウスリズムや普通のテクノビートっていうのは、まあ、4拍が基本になってるんで、ズン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 のドラムの上にズンチャンズンチャンってその2拍に1回スネアが入るような形になってるんですけれども、 UK ステップ、 UK の UK ガラージのビートになってくると、ズンチャンズッズッズンみたいな、その上のスネアをカッカッってちょっとずらして入れたりとか、そういうところでちょっと味を出すみたいなところが、まあ、あの特徴かなというふうに考えられますよね。なので、まあ、今回ガレージリズムというふうに記載されていたリズム体を、きちっと定義するとすると、このガレージリズムというのは UK ガラージリズムであるということになってきます。そしてこの UK ガラージにも大きく分けて2種類あるんですけれども、まあ、ドラムベースのようなズンチャンズンチャンっていうね、2ステップのリズムを取り入れている2ステップガラージではなくて、まあ、いわゆる、まあ、ハウスやテクノの、四つ打ちから来ているハウス系ガラージ系サウンド、ハウス系ガラージサウンドから来た、UK ガラージの、リズム体を XG は採用しているということがわかると思います。ではですね、そのリズム体が少しおぼろげにね見えてきた、つかめてきたところで2点目のポイントに入りますけれども、このハウス系ガラージリズムということが分かってくると、この先ほど あの解説にあったミニマルさ、ミニマルという言葉も、見えてくるんですよね。ミニマルっていうね、あの音楽ジャンルはですね、通常あのミニマルテクノとかミニマルハウス、やはりそのハウス系をあの表す時の、まあ、細分化の時に出てくる、言葉になりますね。なのでミニマル R&B とかミニマルなんとかポップみたいなのもあんまり聞かないんですよ。で、そのミニマルっていうのは、まあ、言葉の定義の通り、まあ、ミニなので、あの、少ない音色で、あんまりそのダイナミックで、あの、響きがね、広がりがあるサウンドではなくて、まあ、縮こまったような、なんかその、広がりをあえて少なくして作るみたいなサウンドのことを、あの、言いますね。一応 DTM でちょっとハウスミュージックがどんなものかみたいなところを作って、皆さんで聞いていただければと思うんですけど、基本的にハウスミュージックって、あの、四つ打ちで、ドゥン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 っ
こういう感じで小さな本の裏で結構自分も楽しいんですよ。で体をなんか左右に向きをなんかそのポールチェンジって言って、ね、足のなんていうんですかね、よくこうやってこういうビートマニアとかダンスダンスレボリューションのダンサーの方がこうやって踊ってると思うんですけれども、ポールチェンジといって足の重心を右に変えたり左に変えたりとかあのステップを変えるんですけれども、その上で必ず体はなんかちょっと浮遊してるようにあのヒップホップダンスみたいにガンみたいな下に下げたり上にアップしたりとかそういうことをあの基本にしなくって、あの結構細かいリズムを足であの刻みながら体は結構ゆったりその向きを左右に変えていくみたいなそういうリズム体なんですよね。なのでハウスのリズムの基本としては四つ打ちの上に、ハイハット、あのチッ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 っていうねこのハイハットの音を必ず裏拍で目立たせるように入れるんですよね。そうするとですね、そのボンっていうその四つ打ちのキックのドラムで体が沈みすぎなくって、ハイハットで上に戻るんで、チッ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 っていうこのハイハットのリズムにむしろ体がだんだん浮き上がっていくみたいなところを主体にリズムを取っていくようなジャンルになるんですよね。これ多分聞いていただいて、なんか慣れてくるとその感覚って多分あのハウスマニアの人はわかると思うんですけど、この浮遊感みたいなところがやっぱハウスの独特のリズム体だと僕は思ってるんですけれども、まあ、ハウスファンの方々どうですかね。普通のハウスもしくは先週あの動画の中で申し上げたトロピカルハウスみたいな EDM 系のハウスになってくるとすごい広がりがあるサウンドなんですよね。なので基本的には結構派手なピアノとてあのテン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 みたいな小室さんのサバイバルダンスとか、まあ、ああいうのに似てるんですけど、結構広がりとかきらびやかなサウンド の仕上がりにすることが多いんですけど、それをわざとですねそのテクノ寄りっていうんですかね、ちょっとその、広がりを狭めたなんかコン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 みたいな、そういうコンコンではないですけど、まあ、ちょっとその機械音に近いようなあのサウンドにするとミニマムとかミニマルとかそういう風に表現されることがありまして、でミニマルハウスっていうのは、まあ、お聞きいただけると、まあ、こんな感じ、ちょっと自分が作ると、まあ、こんな感じですけれども、どうですかそのミニマル感っていうのがねちょっと感じられるかなっていう風に思います。先ほど申し上げたその浮遊感みたいなところを出すために四つ打ちのドラムとは、まあ、ずらしてピアノを連打することが多いんですよね。こういう音楽って結構昔のビートマニア そのハウス系の楽曲を覚えてる方はあああったあったって思っていただけると思うんですけども3つ目として今回のサウンドの今回の楽曲のサウンドの、まあ、結構 XG さんならではの特色かなと思ったのが、その先ほどの文章の中でレトロなムードって書いてあったところが、まあ、XG の X ポップに共通して入っている、特徴かなというふうに思ってます。 XG はやっぱ自分の中ではどうしても R&B、アーバン系の R&B の、まあ、リバイバルを意識して作られている、まあ、サウンド構成に、まあ、毎回なってると思っていて、まあ、今回もそれをどういうふうに表現したかと言いますと、この、ピアノの、コードの感じがですね、やっぱりそのハウスやテクノっていうよりも、やっぱり R&B、アーバン系の R&B なんですよね。で、これがですね、もともと90年代のそのガラージ、UK ガラージをレトロというかっていうところって結構意見が分かれるかなと思っていて、そもそもその UK ってやっぱり都会じゃないですか。ロンドンのその都会的なサウンドを追求していくのが UK ガラージなので、それをレトロなサウンドって言っていいのかっていうのは自分はちょっと実は懐疑的なんですよね。やっぱりレトロって言ったら、例えば BTS のダイナマイトですとか、まあ、ああいうファンキーソウルとか、マイケル・ジャクソンがやっていた、サウンドとかですかね。
ソウル系のサウンドのことやっぱりレトロって基本的には言うのかなと思っていて、やっぱり今の EDM や、トラップミュージックなんかでも使われる結構硬いマットなその音色は生きているので、そこは結構その現代的なサウンドを追求していった結果ガラージ風になっていったのかなというふうに自分は感じましたね。まあ一点言えるとすれば、このピアノのコードを弾いている楽器がヴィンテージ系のピアノなんですよね。やっぱり昔のヴィンテージピアノ風の楽器の音色を使って弾いているので、まあその音色面だけで言ったら結構レトロなんですけれども、ただヴィンテージのピアノを使ってテクノやハウスを作ること自体は今でも全然行われているので、まあそこはちょっとねそうですね、レトロだから必ずしもなんか古い音楽っていう風にミスリードされないように気をつけていただければというふうに思います。あと最後にですね、先ほど その中毒的なリフレインがっていうね、下りがあったと思うんですけれども、ここをちょっと掘り下げて終わりにしようかなというふうに思います。中毒的なリフレインっていうのは、耳に残るサビのメロディーが繰り返されますよっていう、ことなんですけれども、それ自体は、K-POP や J-POP のダンスミュージックにも、皆さんね、それを追求して作られているのは間違いないと思うんですよね。ただ、今回の XG のこの楽曲の中に出てくるリフレインが、実はそのアーバン R&B のマナーをきちっと抑えたものなんですよっていうところは、ぜひファンダムの方々は知っておいてくださいっていうところがあります。今回のテレレレテっていうこのメロディーですよね。テレレレレテレレレレみたいな、こういうメロディーは、例えばですけれども、有名な曲で思い当たるとすればニーヨの、セクシーラブですよね。ニーヨのセクシーラブもテレレテレレレレ、このテレレのメロディーがきちっと入っていたりとか、これを聞いた時に別にニーヨのこの楽曲を真似たメロディーでは全然ないんですけれども、なんていうか、R&B のアーバン系の歌物 R&B の方が好むメロディー進行だなっていうところは、やっぱり聞いて感じられる方もね、多いような気がするんですよね。なのでこのリフレインの中にやっぱり R&B のマナーが感じられるっていうこと、もしくはこのコード進行も多分セクシーラブよりも、もっと簡潔型っていうか、割とシンプルで、ボイシング的にちょっと狭いって言い方をしますかね。ボイシングは結構狭く使うの結構 R&B で多いんで、簡潔感の強い R&B の進行、R&B のコード進行に、セクシーラブなど、往年の R&B バラードを思わせる、往年のダンス R&B の美メロをね、思わせる、美しいメロディーが入ってるってところはですね、やっぱり XG の、なんていうか、サウンドの根幹部分、アーバン R&B 系への深いリスペクトと、知識みたいなのが詰まっている、現れっていうふうに考えられると思いますね。いかがでしたでしょうか。なので、今回の、Something Ain't Right を、この楽曲のね、音楽性を、音楽プロデューサーもしくは作曲家目線で表現するとすれば、正解としては、ガラージハウス系のリズムに乗って、ヴィンテージピアノの、ボイシングコード進行に乗せた、正統派のアーバン R&B 系のリフレインメロディーを使った、ビルボード系の、ポップチューンっていう感じになるかなというふうに思います。なので K-POP サウンド、展開の多い K-POP サウンドともやっぱ一味違う感じで作られていますし、単純な、UK ガラージの楽曲とも一味違う R&B の要素が強いっていうところも一つ特徴として言えるかなと。ハウス系とかミニマルテックみたいな、そういうサウンド、だけではない、この往年の R&B がそこにうまくミックスされている面白い楽曲というふうに捉えていただければ、より正確かなというふうに思います。このように個人のレベルですけれども、発信していくことで、もともと音楽がお好きだった方々に、日本人アーティストさんの魅力を伝えていくっていうね、意味合いもとても意義があると思うんで
ですけれども、まあ、日本から世界へ頑張りたいって言った、まあ、そのアーティストさんとかアーティストさんを目指すご本人たちにとっても有益になるような情報を、まあ、シェアしていければなというふうに思っておりますので、ぜひこのチャンネルを応援いただければというふうに思っております。少しでも面白いな、楽しかったなというふうに感じてくださった方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録やコメントの方をね、よろしくお願いいたします。それではまた来週ね、頑張って新しい新作も作っていきたいと思いますので、またお会いできるのを楽しみにしております。皆様の、まあ、楽しい音楽ライフのために一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週、どうもさよなら。